どうしたんだ。すまない。はあ、メディナ。すまない。ああ、大丈夫だ。問題ない。私は。でも。頼む。ああ、ありがとう。気づきたくなかったのかもしれないな。さて、おい、そうだ、すまん。いいよ。そうか。それと、つまり、そうだよ。
大丈夫だよ。ユージは嬉しいな。行こうか。うん。皆さん、止まってください。どうしたんだい、アリス。誰か、来ます。あれは…まさか、また新たな整合騎士が。元老院で再調整中だった騎士かもしれない。もしくは、ハーシリアンのような別の存在。いや、何にせよ、正体を確かめないと。私の名は、整合騎士アリス・シンセシス・サーティ。失礼を承知で問う。キコーラの名を教えてはいただけぬか。名前？ほら、あれだよ、あれ。元老長とかが俺たちを呼ぶときに言うあれさ。ああ、僕の名前はカルド・シンセシス・トゥエニエイト。そして俺がジャレド・シンセシス・トゥエニナイン。カルドにジャレドですね。お二人はこれまでずっとカセドラルの中に。よく覚えていない。ああ、俺にもわからないね。なんだか冷たくて寒かったような気はするけど。やはり凍結されていたのでしょうか。キリト、彼らを対策本部へ案内するため一度カセドラルを出ませんか。ああ、なんだか歯切れが悪いですね。いや、大したことじゃないと思うんだけど、二人の名前なんか引っかかるというか。引っかかる？僕はむしろ覚えやすいけどな。ほら、リネルとフィゼルみたいでさ。あ？あ、そうか、それだ。え？な、何が？こいつらの番号、トゥエニエイテとトゥエニナイン。まさしくリネルとフィゼルの番号だ。どういうこと？番号が被るなんてこと。思い出せ、ユージオ、あの二人の話を。二人はどうやって整合騎士になった？蘇生術の実験を生き残って、天職を選べと言われて整合騎士を指名して、現役の整合騎士を殺して、代わりに騎士蘇ったのですね。ああ、そうじゃなければおかしい。リネル、フィゼル、リネル、フィゼル。印象深い名前だよな、ルド。絶対に忘れないさ、レド。僕らの使命を奪ったんだ。整合騎士という使命を。俺もルドも嬉しかったんだぜ。天界の記憶こそないけどさ、きっとその頃から楽しみにしてたんだと思うんだ。もしも地上に召喚されたら、整合騎士として自分の力を示すんだってね。あの二人に邪魔されるまでは嫌になるよね、ほんと。で、あんたらもそうなんでしょ。俺とルドから整合騎士という役目を奪いに来たんでしょ。違う、僕たちは。うるさい、もう渡すもんか。俺たちの名前も騎士である誇りも絶対に渡さない。戦うほかないのですか。ああ、
俺たちはここで止まるわけにはいかない。今度こそは奪われはしない。よし、攻撃します。防御する、支援する。ジェネレートサーマルエレメント。よし、うん。